こんにちは、エン・カタローチャンネルです。新曲紅の蝶を発売し、オリコンランキングを賑わせている山内圭介さん、初のオーケストラコンサートが東京、大阪にて開催決定しました。その内容をまとめてお伝えしていきます。演歌界の貴公子として紅白歌合戦9年連続出場を果たし、日本歌謡界のトップを走り続ける歌手山内圭介、圭ちゃんも待望の初のオーケストラコンサートが東京、大阪にて開催決定しました。今回はオーケストラを従え、演歌の枠を飛び越え、オペラ、シャンソンから J-POP まで世界中の名曲を歌いこなすボーカリストとして進化したケイちゃん、40歳を迎えても迷うことなき姿は演歌ファンにとどまらず、すべての音楽ファンを音の迷宮に誘う魅惑のステージに挑みます。2024年絶対に見逃せない特別企画です。東京公演は6月13日木曜日と14日金曜日、東京芸術劇場コンサートホールにて、大阪公演は7月11日木曜日フェスティバルホールにて開催。ファンは絶対見逃せませんね。ケイちゃんの初のオーケストラコンサート、ワクワクが止まりません。ご視聴ありがとうございました。